よし、病んで3の工程だから半分なのよ。あともう終わるんだよね。3の工程をやります。4の工程は母上に任せます。よし、3いくで。こういう風にしていくからね。今これこうなります。よし、いくぞー、いくぞー。これにこれに1234、全部で何工程？4工程あって、それのもう4分の3来てる今。今ね来てるのよ、ここまで。プレイボール。おいやす、アウチ。それだけは、あ、それだけは。いけた？これいけてる？いけてる？あ、いけてるか。アイメン来てた、それなんすわ。もうかなり完成に近いね。そうなんだよね、もうね結構いいとこまで来てるのよ、マジで。いいとこまで来てる。なにこれ、どこ？これに青、青これの上にこれで、これの難しいの、ちょっと待ってよ。ん？合ってる？心配になってきた。ちょっと待って。心配。ちょっと一回もう一回最初からやるわ。これじゃんがここでしょと、ここでしょで合ってるよね。でその上に、その上にこれを重ねてるわけでしょ。あ、合ってたわ。合ってるかい。生誕ティー、あ、そう、生誕ティーについてねお話ししようと思ってるのよ。どこ行った？あ、たたた。生誕ティーについてね話したいんだけど、ちょっと待って。一回この工程終わりね。2個進んだ今。2工程進んだ今。アウチ。うん、しょ。ちょっとここまでやっちゃってから生誕の話するわ。生誕、ちなみに生誕のあれっていつまでだ？申し込み。合体させます。合ってる、ここかな。合体。え、これ絶対後頭部だよね。
言葉な気がしてる。君絶対後頭部だよね。でもちょっとなんで斜めなの？なんで君そんなちょっと斜めなの？え？え？合ってるよね。この頭に入れるの。え？絶対君ここじゃないよな。ああ！どうした？危な。本当良くない。ん？これは違うのかな。もしかしたら、こういうこと？こういうこと？え？こういうこと？あ、なんか一個ずれてたっぽい。今できた。で、多分ここね、後ろかな。多分後ろだと思うんだけど、え、まだクッキー比べできるの？食べれるの？多分今ここ。止めます。取れちゃった取れちゃった。できたできた。頭埋まったよ。で、今なんか私どっか落としたんだよな。これだよね。あー、これ前も取れたやつだ。あー、落とした。ちょっとセキュリティが、このセキュリティが激ヤマでやばい。来た来た。女性は男性に比べて圧倒的空間認知能力が低い。へえ、そうなんだ。へえ、なんかそういう男女の差っていうのをさ、なんか大学の時に調べたかったんだよね。でもそんなことしてる暇なかったわ。なんか余裕なかっただけなんだけどね。なんかそういうのも調べたかったんだよね、大学で。男女によるそういう男女の差みたいな。とりあえずこれ終わったわ。一回ここね、これ多分後頭部、多分こっち顔面で。今からは下のなんかね、土台みたいな、頭を置く土台みたいなのを作ってくる。いきます。にしろハート、にしろハート、これだね。同じ長さ。お、ちょやん、こっちやん。お、重ねます。あ、待って、生誕ってセブンネット月曜日まで OK、 クッキーは明日まで OK、 オンラインショップは今日まで。は、難しいな。ちょっと待って、それさ告知せなあかんくない？ちょっと今から告知してこようかな。ちょっと待ってね、これギューしてから、これギューしてから行くか。ちょっと待って、え、できないんだけど。マネージャーさんか、焦った。ちょっと待ってね、生誕ティー、生誕ティー、生誕グッズがオンラインショップは
今日の23時59分までセブンネットさんでは月曜の59までです。セブンネットとオンラインだと何が違うん？確かにセブンネットは L サイズだけだった。セブンネットで店舗受け取りにすると送料無料。21日に日曜ごめん、カメラ側に指やってるからちょっとごめん、ちょっと待ってね。一回調べるわ。あとこれがセブンネットさんだとどこに書いてあるんだろう。いつまでって書いてない？ん？どこ見たら書いてあるの？あ、だってよかったね、セブンネットまだサイズあるって。よかったじゃん。だってよ、どこに書いてあるの？あ、公式？公式、公式ニュース、どっち？21日なのかさ、月曜日が正解なのかさ、21日が月なのか、どっちだ？どっち？オンラインショップでは聞いてみるね。今聞くね。今聞きます。お疲れ様です。ちょっと待ってね、とりあえず今日の分だけ聞いとこう。
今年の生誕グッズオンラインショップは今日の23時59分までです。とりあえずこれだけ送っとこう。返信来たら聞くで言うでな。ちょっと待っとってな。とりあえず。だから21日なのか月曜日なのかどっちかだよねっていうのを今聞いてるから、その間に続きします。あ、絶対喉に口内炎できた。ああ口内炎ばっかり。同じ長さだこれ。なんか土台できた。なんか土台できた。本当に楽しい。2個だって、あ、3個だった。アイメンの頭を置く土台を作っています。ああ、ここにもこんなにあんのよ。毎日ビタミン取ってんの。何？とりあえずできた。これでしょ。なんだろうね、ストレスって。なんだろう、ストレスが何か分かってない。自分にとってのストレスって。なんか自分が何が辛いとか分かんないんだよね。これだってどうしよう、楽しい。ギリギリ生誕でいいやつ予約してきたよ。え、天才じゃん。天才かな。なんかできてきた土台。基礎体温めっちゃ低い。体温マジで低いっすよ。私困ってる。温活してますもん。温活したとてですけどね。なんか別に体温上がらないの。全然上がらない。ん、なんやこれ。ああ、はいはいはい、今ね埋めてるよ。四つ角。え、6度もない。5度台っすよ。5度台前半基本。うわ、
楽しい、なんか埋まってきた、埋まってきたよ。たのびこれで、うん、ちょっと待って、むずいむずいむずい、理解理解理解ができない。え、埋まるわけなくないこれ。ああ通過するんかい。ちょ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 待って、すいませんすいません、あっち、え、これ一人じゃできない、え、一人じゃできない、あテンション上がったんだけど、やばい、楽しい、楽しいな、土台できてきた、え、一個待って、立たないよ、あ、立つか、これよし。土台を作ると思わんかったな。なんか土台は土台であると思ってた。あると思ってた。あると思ってた。どうしよう、四つもないんだけど、あった。え、合ってる？ん？ね、合ってる？
とんのかな。なんかこの絵だけじゃちょっとわからんのだけど、この隙間あっていいんかな。土台に苦戦中。え、絶対違くない？合ってるよな。え、待って、いつの間に終わった？ごめん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 、入れて反対入れの忘れとった。でも閉めちゃっていいんかな、あっとっかな、これ当たらなかったらどうしよう、泣いちゃう。でもなんか今のところ合ってる気がするんだよね。なんか見とけよ。よいしょ。なんで？なんであんた抜けてんの？ちょっと待って。ね、鬼むずない？ここだけやたら。その間にかなんか抜けてたんだけど、隙間あっていいよね。でいいはずなんだけど、でも今のところ別に不自由ないから合ってるはず。まあ間違ったら直せばいい。レゴはね失敗できるから、やり直せるから。ウィズが今さ座ってるこのさラグがさモケモケなんだよね。だからそのモケモケの毛がちゃんとハマってよ、怒るよ。え、そんなグッズないぞ。ん？そんなパーツはないぞ。ん？やっぱあるんだよね、このパーツ足りてないよっていうやつ。本当にパーツ足りてない、足りてないはずないんだけど足りてないのよマジで。どこ行った？パーツがないんだよ。バカ。
あ、うん、わかっちゃったわかっちゃったわーい、わい、そんなね、業者さんが間違えるわけないのよ、わかる、間違えるわけないのよ本当に。業者さんがおかしいか、ゆずきがイカれてるか、どっちかなのよ。大概がゆずきでしょ、大概がゆずきがアホな。集合、中央に集合。お前ら長い方がなんか長い方がなんか長い方がなんか、オッケーオッケーオッケーオッケこれどっちも長さ一緒かな、一緒か、どうする、できてきちゃった、できてきちゃってる、できてきちゃってる、なんだらんだらららんだらんだらんだんだん、できてきちゃってる、そう、ちゃんと自己解決はできんのよ。ゆずき選手名鑑全部あるよ、お家に。やばいよ、ついにじゃない、みんな見て、これが土台なんだけど、ここまでできたの、ちゃんとできたの、ここ難しかったんだけどできたの、えらいえらい。で今からこれとこれをガッチャンコするみたいです。じゃあガッチャンコの儀式、てん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 、ちゃんとやるわ、てん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 、浮いてる、おー、なんかぴったりハマる。
あ、しっかりホールディングした。見て。いや、近。見て。オッケー。できた。できた。次。まだね、この回は終わらないの。まだこの回は終わらないわよ。でももう終わるでね、3。いいね、金色のパーツがあるんだけど、金色のパーツかっけえな。な、金ってかっこいいね。よいしょ。よし。あ、ごめん邪魔ごめんごめん邪魔だった。なるほど。今見て、ここ空いてるでしょ。で今これつけてたの。えっ、あ、そっか、首根っこ、これ首。装着できたー。で表向けて、ねえやばい、どうしよう、できてきちゃった。てか寂しいな、また終わっちゃうのか。あなた、こっちを向きなさい。素晴らしい。来た。見て。アイメン。無理じゃん。見て。アイメン。ふう。来た。で、あと4。4のパーツがママがやって終わりかな。え、待って、4結構多いけど大丈夫かな。でも、まあ、ママがやりたいって言ってたし。よし。あ、ごめんごめん、じゃあ待った、ごめんごめん、すぐやっちゃう。オッケー、とりあえずこれで一日のやるべきことを終えましたので、これでママにバトンタッチしたいと思います。でも見て見て見て、後頭部できたやん。だってもう後頭部これで完成だからね。で、ちょっと待って、来て、あとママがここを完成してくれるはず。で、ではこの土台とここまでを作りました。お利口にここまでやってきてくれました。まあね、このことはなんだろうな、いろいろありましたけどね、ぶつかることもありました。まあそうだな、うん、間違えることもあったし、うん、イラつくこともあったし、うん、逃げ出そうかなと思ったけど、ここまでやっぱ逃げなくてよかったなって思いましたね。完成が見えてくるとね、やっぱり、はあ、やっぱここまで頑張ってきてよかったなと思うし、うん、何度も業者さんにね、こうパーされてねえだろうってちょっとね言いそうになりましたけど、それでもうまくいくんですね、人生ね。ありがとうございます。あ、素敵。はい、
ということで完成品はまたの後日皆さんにあの広め会しようかなと思いますので、皆さん何か美味しそうなものを、美味しそうな飲み物でも用意して祝賀会をとしましょう。今度ね、よろしいですか。よろしいですね。はい、了解しました。ありがとうございます。 OK。 あ、皆さんからのね T シャツ、生誕グッズの買ったよ報告もね今結構届いてますね。ありがとうございます。 OK。 ということで、はあ、ちょっとお話ししましょうかね。パッションフォー終わっちゃう。そうなんだよね、パッションフォーユーがですね、4月30日をもしまして、え、ディスコ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 デデ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 で、そうで4月30日まででサービスが終了してしまうんですけど、こう今までは待って、決まった。そういうわけなんですよ。でなんか今まではずっと CM したい CM したいって思ってて、で何回もね入れなかったことは多かったし、雑誌系のやつもなかったし、舞台もなかったし、モデルさんもないし雑誌もない、グラビアもなければコント劇一個もなかったんですけど、けどやっぱね唯一ゆずきがずっとやりたいって言ってた CM 選抜に本当にみんながねこう力を貸してくれたおかげで、こうゆずきがわがままをね言ってこうみんなを大変にさせてしまったんですけど、でもそれでもねみんながそうやってもやってよかったって思ってくれたのは嬉しかったし、結果2年連続入れたことも嬉しかったなと思います。こう自分がやりたいって言ったことに関して、なんかみんなが一生懸命自分のためにこう何かを犠牲にしてやってくれたことが嬉しくて、あ、自分で誰かの原動力になってるんだって思った瞬間は、あ、自分はアイドルだなってこう再確認させてもらいましたね。いやなかなかね険しい道のりだったかなと思いますよ。だってやり続けなきゃいけなかったことも知らなかったし、そう、まあアイアライブに出れたことも嬉しかったかなと思うし、まあアイア CM 新参者だった時にねちょっと嬉しかったのは、こういう新しい新鮮味の人が割り込めたことっていうの、な言い方おかしいんだけどなんか変えられたこと、自分でなんか変えられたことがちょっと嬉しかったかなと。なんか言い方難しいんだけど、なんて言うんだろうな、そう嬉しかったよって、ゆずきはないだろうみたいな感じで思われたと思うけど、それをみんながこう覆してくれたこと嬉しかったかなと。もちろん素敵だったし、楽曲も素敵だったし、自分だけの位置だからこそ嬉しかったなと思うね。本当にありがたいって本当に思った。まあね、そりゃね、欲を言えばね、あれやこれやいろいろしたかったですけど、でもやっぱ一個に集中してやりたいって言った方がやっぱみんなも大変じゃないかなと思って、そう、でもそれで結果いい結果だったから、あ、それで良かったなって私は思いました。
他の仕事は違うことで優月が頑張ればできる可能性があるわけだから、違うタイミングで自分で持ってこれたらいいなって思うかな。みんなからしてもらったことが多すぎたので、次は何かしら自分がからできることをなんかちょっと探せたらいいなって思うね。かなと思いますね。なんだろう、なんか自分が必死に、やめとこう。そうなんだよね、みんなと一緒一体になれる大事な貴重な場所だったよね。本当にみんなと一緒に頑張ろうねってこうハッシュタグで呼びかけ合ったりとかさ、大丈夫とか頑張るよとかで、そう言ってる時間さえも今思えば幸せだったかなと思うかな。うん、嬉しいっす。やりたかったこと、やりたかったのなんかほとんどやりたかったよ。それは全部やりたいよ。みんながだってあれってさ、みんなファンの人とかが見てほしいって思う、見たいって思う人が多い人、ん？見たいって思ってる人が多い、思われてるメンバーが選ばれてるわけでしょ。そりゃ全部やりたいに決まってたよね。本当にだってさ、どれも全部チャンスなわけじゃんか。うん、そりゃねもらいに行かなきゃいけないやつっすよ。おかげでクラブの皆さんと仲良くなりました。あー素晴らしい素晴らしい、嬉しいね、そういうのも嬉しい。本当にメンバーが本気でなんとかだって言ったものを取りに行く感じかな。あー、じゃあゆずきとの考えとは違いますね多分それはメンバーが本気、あ、やりたいかな、やりたいって言ったものを取りに行く感じかなっていう多分スタンスなんだろうね、みんなは。でもゆずきは違ったんだよね、多分そのズレもあったんだと思う。正直もっと上の順位プレゼントしたかったかな。でもさあれだよ、あの頃のロッカーの時の速報は嬉しかったよ。6位とかの時めっちゃ嬉しかった。あの時は電車乗ってたんだけどマジで携帯落としたもん、やばいと思ってびっくりしたもん。とりあえず下からこうやって見てたよ、あーなーどうしようどうしようどうしようと思ったら6位とかだから、えっ、ってなってめっちゃ嬉しかった本当に。思ったことを言葉で表せるのがすごい。いやなんかでも下手くそなのよ、ゆずきね、なんか語彙力が本当にないから伝えたいこともなかなか伝わってないと思うんで、伝わりにくかったと思うんだけど、でもこうみんなは優しいからさ、汲み取ってくれるのよ。本当にそうみんなが汲み取ってくれるのよ、優しいから理解力あるから。本当にそう、私だって当時もなんかで言ってたんですよ、ツイッターかなんかで多分つぶやいたと思うんだよね、速報の時のやつ。いやー嬉しいね。そうあったよね、俺も最終月俺は黙ったね、思った、本当に思った。すごいロッキーの絆深い、いやロッキーの絆深いけどロッキーを応援してくれる方たちの絆の方が何倍も深いと思う、深いし尊いものだと思う。本当に逆に砕いた表現なの、あー嬉しいね、本当はストレートにパンって言いたいけど、ストレートだとなんか不器用な、なんだろうね、難しいね、なんか伝わりにくいかなと思って。野球メーカーの広告嬉しかった、いやそれなめっちゃ好きも嬉しかった、もちろん撮ってあるよ。野球メーカーのいつも同じやつ買ってるんだけどそれに乗ってたから嬉しかったね。いつも
そのシーズンの最初にゲーム見に行く日にいつも名鑑買ってるんですよ。そうそうそう。でも去年なかなか買いに行けなかったから本屋さんで買っちゃったけど、今年もオープン戦に行けたらね、買いに行けたらいいな。ね、だからそれね、寂しいけどね、長く続いてたからね、パッションフォーユーは。ちょっとまた改めてありがとうっていうことはきっとあのツイッターの方でも多分言わさせてもらうと思うので、見てくれたらいい、嬉しいなと思いますね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、メールだけ送るね。メールだけ送るね、ちょっと待ってね、忘れてた。わふう、え、プリン食べたい、固いプリン。どこまでだ、どこまでだ、ミツ、あ、OK、合ってる、合ってるぞ。なんか団結してみんな頑張ろうみたいなのがなくなるの寂しい。確かにな、まだ仕事の帰り道です。わー、もっと上の準備上げたくてレベルを上げてもらうんです。あー、嬉しい、優しい。もし何かで力を貸してくださいって言った時は、ぜひその残念っていう思いをそこにぶつけてほしいです。嬉しい。レベル444で終わらせる、すんごい、ゆずきのラッキーナンバーじゃん。そういえばプリン巡りはこのご時世だから封印してんのから、マジで 1年も、うそか、でもそれぐらいか、行ってない、全然全然行ってない。ストーリーのせたシュークリーム買われたセブンにはなかった。あ、そうなの、でも多分人気だから。でも朝買いに行ったから、行った時でさえ2個しかなかったの。そうそうそう、てんてんてん、おやすみ、おやすみ、お疲れ様。今日もトーク会月曜だから再販、月曜から再販だから追加するんですね。5時販売、
決まったもんね。よかった思って、よかった思って、そか月曜日からか。そうか、自然にコメント欄で会話始まってメールを送り終わったらエズキとの会話に戻る流れすごい。いやそれだみんな天才。ちょっと待ち、OK、夕方頃行くといいよ、しらけばやし勉強です。気をつけて、気をつけて行ってきてください。マニエダ幕張に生誕来ていくね、ありがとう、よろしく。あれ実際どういう色なんだろうね、わかんないんだよね。いつも色味とか失敗するイメージある。マリナさん本今日からツイッター始めたね。そうなの、嬉しい、わーいってリツイートしといた。次に行けるトーク会4月後半だけど毎週土曜日あるの嬉しい、ありがとう。じゃあ23歳だね。K2 のデザイン可愛すぎてほしいね、おすすめする。そう今回は水色にしたのよ。だからゆずきの理想はこういう色ね。でも絶対違うと思うんだよね。でもこういう色をだと信じてこれにした、水色にした。に赤の文字でシンプルなねロゴを入れたんですよ。そうセルフインベストメント、自己投資です、はい、そうなんですよね。まあ今年の目標はねもう散々言ってる通り自己投資ってことなので、それをただ英語にしてぶち込みました。で後ろはシャープハッシュタグ23、23、まあ23歳ってことなんでね。でトートバッグは HPD5ZK ハッピーバースデーゆずきって書きました。あとそれも23って書いてるかな。あれは自分でマスキングテープでこうやって貼って文字作ってやったんですよ。そうで本当の本当は紙があって、紙にそのハッピーバースデー HBDYZK シャープ23でテープでポンポンって止めてる感じにしてたんだけど、なんか想像と違ってでやめて、でそもそもはもっと違ったのよ。その前はクシャクシャってした紙にセルフインベストメントって書いて、それをボンってここに貼る感じにしたんだけど、なんかそれも違ってもうめちゃくちゃ変えたのよ当初のデザインから。結果ああいうシンプルなのにたどり着いたっていうか行き着いたんだけど、そうまあでもシンプルが一番いいかなと思ってって思った。まあ時間があればな、ね、そうそうそう。去年トートバッグドラゴンズカラーだと思ったら実際は黒色でした。いやそうなんだよ、もっとあれ青だと思ったらめっちゃ黒に近い紺だったし、んってなって、そう
全く想像通りにいたことはね、一回もない。難しい、難しいのよ本当に。トートバッグの文字勝手にハードボイルドゆずきって言うんだね、しんどハードボイルドがしんどおもろ。そう、 HB にハッピーバースデー、そうハッピーバースデー、そう実際見るの楽しみだねって思う。 XXL ってワンピースで着れるかな、あ、なんか履いてますか、履いてますよぐらいのレベルじゃない多分。そうなんだよね、メンバーがプロできればね。そうなんだよね、ゆずきもなんかデザインとかしてみたいね、もうちょっとなんかファッション系。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。土日出ないな、申し込みできないです、私に言われても。アイパッド、そう、あ、もともとあったじゃん、 iPad でやったじゃん、もうね秒で諦めた、うまくできないってなって、そうなんか全然やっぱ想像力の欠如がしてるから出る部分がそこにちょっとね現れになってね諦めたのよ。そうなんか自分でマスキングテープでペチペチしてた。ワンピースで着るか短めに着るか迷ってる、短めに、でもあれ大きさ大きいと思うんだよね、 L とかでタックインしたらいいんじゃないかな、ズボンとかに。うん、46など生誕祭を済む気もなりそう。まあなあ、そうだよな。でも来てくれる人、見てくれる人、みんなを楽しませられるような生誕祭にするよ、ちゃんと。そろそろお話し会で野球の話したよね、したい。ユイリーのショールームを高く、ありがとうございました、会いたい、ユイリーに会いたい。XXL いいよね、私もそれパジャマにしてた気がする、夏のパジャマ、夏のパジャマにした気がする。 S のパッツパツできます、お任せします。今年も画面越しかな、画面越しでも応援しててね。XXL 一択です、ほんと増えてよかったよね、もともとなかったっけ、なかったよね、なかったイメージある。明日早朝のチェメロ4時台だっけね、